とも、うん、遊べる場所があって、それでこういうふうにこう組み上げるだったり、いろいろ遊びながらこう新しいゲームを作るみたいな感じを味わえるので、前回はどっちかっていうとセリフの世界がちょっと中心になってきたんだけど、まあ、今回はやっぱり良平さんとかとこう体のムーブメントのことについてある時間とかも圧倒的に多くなっているので、前回に比べてまたそれぞれの執事がこう作用していけるようなあのムーブになってるなと思って、せっかくこうまた集まることができたので、もっと面白い何かもっと不思議なおかしな世界を生まれてくれたらいいなっていう、どうしても自分の得意な体の方向性っていうところに行きがちなんですけども、まあ良平さんの今回振り付けで踊ったり動いたりで、あの長塚さんの演出で動いたりすると、そこで新しい体の発見があったり、話を見つけた良平さんと紫藤さんの踊りもあるし、その良平さんがそれ面白いじゃんみたいな言って、それをもうちょっと形にしてみたら面白いじゃんみたいなことを踊りながらやってくれたりとか、同じメンバーが集まりで、スタッフも同じなんですよ。それは素敵なことですよ。新国立劇場演劇公演鏡の彼方は田中の中に、7月6日から26日まで新国立劇場小劇場で上演いたします。劇場でお待ちしています。